え今日はですね、聖典タルムードを中心に話をしたいと思います。まあ、タルムードと言いますと、皆様ご承知のように、えー、これはユダヤ人、ユダヤ5000年の生活の規範と言われております。まあ、ユダヤ5000年の、まあ、知恵、これは相当膨大な数でございます。私たちは外にいる人間です、つまりユダヤ教徒ではありませんから、本当のタルムードを知ることはできません。しかしか私たちが目に触れる ことのできる範囲のだけでも随分とあの知恵というものを感じ取ることができるまたいろいろなあの古典と言われるもの聖書とか仏典とかあるいは中国層にも相通じるところもあるし私たちは、まあ、日本人ですから日本人としてどんなふうに吸収すればいいのかと思えばいいと思いますしもろん一人一人捉え方は違うと思いますけどもちょっとこう触れてみるのもいいのではないかなとこう思っております。えーまあ、あの聖典タルムードっていうのは無論 源泉つまり源になったものは旧約聖書でございます。旧約聖書というのは一番大事なわけですね、彼らのと。で旧約聖書というのは、これはもちろんキリスト教徒の呼び名ですから、ユダヤ人にとってみれば、聖書というのは旧約聖書のことです。キリスト教徒が言う旧約聖書というのは、古い契約というのは、キリストが出てきたから旧約と、新約に対して旧約と言っているだけですから、ユダヤ人にとってみれば、聖書といえば旧約聖書でございます。タルムードの源流 源というのはもちろんこの旧約聖書でございますけどもえこれはあの旧約聖書ある種のトーラー成文立法文章に書かれた立法だとすれば生活の規範だとすれば口伝立法というわれてるんですね口で伝えられてきたものですから実際に文字になったのはずいぶん後になってからでございますえまあ俗にですねあの有名なのはあのバビロニアつまりその バビロン保守時代に書かれたものですから、それは誰が伝えたかといいますと、このユダヤ教のですねユダヤ教の先生、牧師、僧侶にあたるものはラビと言われています、ラビ。ラビはですねまあ僧侶でありますけども、同時にまあ先生、教師である、それからまた裁判官の役目もするわけです、裁くわけです、どちらが正しい、どちらが正しくない、この旧約聖書の解釈はどうかと、そういうことも含めて、 この指導をしてきたわけでございますその中に私たちが学ぶべきものがたくさんあって共感できるものがある面白いものがあるそして日本人にはない発想もあるということで触れていただきたいと思うわけですまずですねこのユダヤ人ではない人まあ私たちがの一人がですねどうあの、まあ、このユダヤ教というものいやむしろ聖典タルムードと言われるものがどういうものかを知りたい勉強したいと思って、まあ、ラビのところに行ったという。 そうするとあなたには資格があありませんと言われたあなたなはユダヤ人ではないからもちろんラ,ラビから言われたあなたはまたこの,、えーえー、このタルムードを学ぶ資格がありませんとどうしてですか私はどうしてもタルムードを学びたいんですだったらあなたに資格があるか試験をしましょうと言われた試験は何かと言いますとこの煙突掃除だった。 煙突掃除、この煙突、煙突は煙突掃除が煙突掃除、2人の男の子が煙突掃除をしましたと。1人の男の子は顔がすけていた。でももう1人は綺麗だった出てきたときに、どちらの男の子が顔を洗うと思いますかと聞いた。皆さんはどうするなんと答えますか顔が汚れた方と顔が汚れてない人がいた。どちらの男の子が顔を洗うと思いますかそこで、私たちと同じ立場でございます。 もちろん顔は汚れている人が洗うに決まってるでしょうと言ったらだですからあなたにはこのタルムードを学ぶ資格はないんですえどういうことですか顔の汚れている人は顔を洗いませんなぜなら目の前に見えるのは顔の綺麗な人だから顔の綺麗な人を見てあ自分も顔が綺麗なんだなと思って顔を洗いませんとこう言ったんですよそしたらもう一回質問してくださいじゃあどちらが 洗うんですかっ,て言ったら、それは顔のね、あの綺麗な方ですよ、なんなら、顔の汚い人の顔を見て、あ自分も汚れてんだなと思って洗うでしょ、これが答えでしょうって言ったら、だからあなたにはタルムウトを洗う資格がないんです答えなんでしょうか、このラビア、なんと答えたか、煙突掃除をしたのに、顔の綺麗な人と、顔のすすけた人がいるはずがないと、顔の汚れてない人は煙突掃除してないんだと、これが答えです。 これはまあユダヤ人の発想、ユダヤ人的発想です。つまり、なんですか現象をしっかりと見るということですよ。しっかりと目で見るということ。現実をしっかりと見据える知恵があるんですよ。それがタルムートです。ですから、甘っちょろい抽象論ではありません。まあ、そういうことです。そういうことを学ぶ気があるならば学びなさいとこう言ってるわけですね。さて、ラビになりたいと。ラビを志す人が。 新学校に入りたいと思って訪ねたと、面接があった、ラビはその人に答え、あの質問した、なぜあなたは学校に、新学校に入りたいのですかと聞いたら、もちろん私は勉強したいからです、ユダヤ教のこと、旧約聖書の,、まあ、聖書のことですね、まあ、聖書のこと、そしてタルムードのこと、深く研究したい、勉強したいからですと言った。 学校はは勉強するところではありませんとあなたがもし本当に真剣に勉強したかったら図書館に行きなさいとこう言ったそれで生徒はもう一度尋ねたならばなぜ学校に行く必要があるんでしょうかと勉強をするために図書館というものがあって十分に本が備わっているところがあれば勉強ができるというのであればなぜ新学校というのがあるのですかとすると何と答えたかそこに書いている 学校というのは偉大な人の前に座ることだとつまり生きた手本から学ぶことだ生きた言葉を学ぶことだとこういうことなんですまあこれはね私もね以前同じようなことを言われたことがある全く話は違いますけどねある医者から尿療法の話を聞いたまあ尿療法の話は省略いたしますが もちろん仏典にも書かれておりますね。サンガーでは、つまり修行僧は修行僧が病気になったときは己の不尿のみを薬として用いべスと、釈迦教団の中にはそういう戒律があります、えー。尿が万能の妙薬である。自分自身が作り出した免疫療法であるという話です。詳しいことは言いませんが、その話を聞いた、私も聞いた。もう運よくか運悪くか、今は運がいいと思っていますが、聞き聞いた後にその先生が、 ね、君はその全国を回ってる芝居でですからいい機会だから皆さんにその芝居の後の話の時でもいいから尿療法の話をして皆さんぜひ尿を飲みましょうと言いなさいと言われて「何言ってるんですか?」って「私はイメージが」とか言って「何がイメージだ」と「社会やキリストは人類のために命を張って生まれ生きていちゃんじゃないか」と「何で私にそんなこと言うんですか?」とね。 もうとり芝居の後に、日本語飲みましょうって、ただの変人におわれるじゃないですかと、ただの変態におわれたらどうするんですかなんて言ったんですけどね。いや、大地先生、尿量なんて、そんなのはね、英語にも訳されて、フランス語も訳されてるし、書店に行けば本があるんですよ先生が書いた本だってあるじゃないですか、書店に、たくさん。その時言われたら、ムロッと、本で世の中が変わるかと、もし本で世の中が変わるなら、ね。 聖書や仏典があふれていると、世の中には。ホテルに行けば置いてある、聖書が置いてある、ちっとも世の中が変わらないじゃないかと、本で世の中が変わるくらいなら、遠の昔にこの世の中は素晴らしい世界になっているはずだと、生きた言葉で、すべての人々じゃないよと、君が出会った人に語ればいいんだと、小さく小さく伝わっていくことによって、やがて何かが変わるかもしれないと。 まあこういうことを言われた、これを思い出しますがね、これは辛い言葉でしょ、学校というのは偉大な人の前に座ることだということはですよ、教師は偉大でなければいけないということですよ、こういう意識を持っている人はいますか、学校の先生の中に。偉大でなければいけないと思えば、自分が偉大になるべく努力をしないといかんでしょ、日々、瞬時も惜し,しまず、自分を磨かないといけないでしょ、あらゆる面で。 じゃあそういう意識を持っている教師がいるかということですよ。つまり、ユダヤ人の進学校で教える教鞭を取る人はそういう意識を持ってやっている。仏教ではこれ、面樹と言いますね。面樹。面樹。綿と向かって授けるということですよ。ですから、空海が真言密記を持って日本に帰ってきた。で、最澄はどうしても真言密記を学びたいと思って、いろいろと本を貸してくれと、なんとかなんとか言って。 忙しいですからね、そうすると空海の手紙があるでしょ、あなたは何も分かっていないと、本を借りて読めば、あなたは真言密教の真実が分かっていると思うのですかと、理史教の解釈をした本を読めば、あなたは理史教の真実が分かると思っているのですかと、あなたは何も分かっていないと、あなたは仏教という大きな流れの中の一つにしか考えてないと、密教というもの。 そういう捉え方をしているあなたが本を読んだくらいでわかると思っていますかと手厳しくこの言ってますねそのやり取りした手紙が残っておりますけどねですから学校というところはそういうところなんだ逆に考えてください人が集まるところはすべからくそうなわけでしょ本当は理屈じゃないんですよね生きた言葉生きた言葉の交流があるかってことで家庭もそうでしょ 仕事場もそうじゃないんですか何のために会社に行くんですか仕事をするためですかそうじゃなくて生きた人間と会うため生きた人間と出会うために私たちは社会に出ていくわけでしょ本当はそうでなければ行く必要ないかもしれない今どんどんコンピューターが発達してインターネット自宅でオフィスを構えてもう行かなくてよくなるかもしれない しかし今言われているのハイタッチ、直に触れ合うことが大事だと。例えば私がこうしゃべってます、今ね。テープに吹っみますね。テープ収録したものを聞けばいいじゃないかと。そうじゃないでしょ。わざわざここに足を運んでくださる方は、それだけのことを、この雰囲気が分かるわけ。声じゃなくて私の目の調子とか、私の体から発するものとか、ね。 そういういもの全体、わざわざ足を運んだことが、その時間がそのいわゆる無駄に思えることが、もったいない時間の使い方をした、こう内容だけなそうでしょ、テープだけちょっと聞けばいい、もしこれ1時間だで1時間のテープがそれ終わりますよ、しかしこれ往復するのは大変ですよ、遠方から来てわざわざね、それが大事なんです、わざわざというところにエネルギーが、ハングリーさが出るから、そこに吸収するんですよ。 だ何のためにわざわざ学校に行くかというのは、偉大な人の前に座ることだと。これ、つらいですよ、私だって、こんなこと言うのは。そういうあなたは何なんだ私は単なる偉大な人の言葉を伝える人ですと。こういうことになるわけですけどね。まあ、しかし、私が言っているのは、高いとか低いとかいうレベルは別として、そういう気持ちで、神聖な気持ちで、人と人が向かい合わなければ、何一つ学べないということなんですよ。大切なことが。 つまり感動ということですよ。感動というのは何ですか感激がないと感動しないですよ。感謝、感激といいますけどね。激しく感じるから初めて感動するんですよ。だから激しく感じる、感受性がなくなってしまったら、もう人間というのは終わりですね。何を言ってるのかわからないんですから。あなたが知識を増やさないということは、実は知識を減らしていることになると。キレルという人が言って。 ヒレルというこのラビはです、ね、ちょうどイエス・キリストと同じ時代の人です。しかもユダヤ人は固く信じています。イエス・キリストは単にヒレルの言葉を伝えただけだと。ヒレル,のヒレルが語った素晴らしい言葉をコピーしただけだと。極端にそういう考え方を持っている人もいるくらいです。ヒレルという人の言葉です、これは。あなたが知識を増やさないということは、実は知識を減らしていることになる。これ、どういうことでしょう 知識を増やすということは、実はですね、とどまらないということですね、単に知識の量を増やすということじゃないんですよ。知識というのはいろんなレベルがございますね。もし専門的な分野であったら、その分野の知識というのは、時代が進めば役に立たないことだってあるんですよ。新しく変わることだってある。だから皆さん、世間を今騒がせて、いまだに騒がせているいろんな医療、薬事のいろんな問題がございますね。治療薬が正しいと思っていたら、実はとんでもない。 ものであったとそれは知識がなかかったからですよ知識を貪欲に学,学び続けようとするところがなければ、アメリカでは10年前にもうすでに危ないって言われたのを、日本は10年間も使い続けてた、その結果、大変な不利益を被った方々がたくさんいらっしゃるということは今、問題になってるじゃないですか。どんな立場にあっても、ですね知識を増やそう、つまり増やすというのは,これは、つまりです、ね、新しい知識を学ぼうとする意欲がなければ、知識を減らしていることになる。 大変な罪を犯すことにもなりかねないですから常に自分が今得ている知識というものは絶対不縁のものではないという意識のもとに学ぼうとする意識を常に持っておかなければならないと無論真反対のこともありますよ知識というこについて批判的なものがありましたねそれは中国でも多岐防用ってなったでしょ羊が一匹いなくなった探し入った道が二つのかに書いてるから 戻ってきてきねすみません、道が2つに分かれてるから、すみません、1人、もう1人来てくださいてずっと言ってたら、またその分かれてた、こっちも分かれてた、もう次は4人いる、8人いる、16人、32人いると、1匹の羊を探すために、何百人という人間が駆り出されることになる、これを多岐防御と言いますね。ねこれは何を意味してるかというと、人がいかに小さなことで迷っているかということを示してて。 あの知識を批判することになってるわけ目先の知識というものに批判することになってるんですけど人間はこれだけ迷うものだまあそういうような言い方ではありますけどもそれと同じようなことで旧約聖書の伝道の書1章の18節に知識を増す者は憂いを増すとこういう言い方もあるこれはどういう意味ですか知識を増やす者は憂いを増す知らなくてよかったものを知ってしまったばかりに心配になってくるそうするでしょ食べ物だってそうでしょ 実はこれ,これにはもういろんな防腐剤が入ってましてねって言ったらもう突然おいしくなくなりますよね。でスーパーに行っていろいろ見るともうすべてがもうなんかもうあ食べれないなと思ってもうノイロゼになる。缶ビールも悪いんじゃなかろうかとね。あのビールのアルコールでねこの中のものが溶けてね中にこういろんなものが悪い物質が溶け込んでんじゃないだろうかいろいろ思うでしょ。 この頃はみんなな言ってるじゃないですか昔はペットボトルを、ね、に凍らせて,そしてこうあの夏、スポーツ選手が持ってそったらそれそれ溶けるときに環境ホルモンがねペットボトルから出るというのでね今、しないでしょそういう話が出たらもう誰もしませんよ、今やってません中学生でも高校生でもいまだにやってる人は聞いてない人ですよどっちが幸せか分かりませんけども、まあ、それは知っておいた方がいいとは思いますけどさまざまなことがあるでしょ。だってもう今 紫外線がいいいいいいかかかに悪とうことを知らない人いらなな人っしゃゃるじゃないですか学校の先生でもね、なんかそしてこういろいろ UV とか塗るとね、とんでもないと化粧してるなんて言ってね、それなんですか、知識がないからでしょ、いかに紫外線が悪いか、皮膚に対していかなる、その例えば皮膚がんとか、人間の体で有害なことを生せしめるかということも知識がないから。 だいたいこの地球上がどうなっているか知らないからそういうことは平気でいいわけです。しかし、知っていた方がいいものと、知らないものが、知らなくていいものがあるかもしれないけれども、とにかく人間というものは知れば知るほど心が乱れる、これ事実でしょ、政治、経済、いろんなものでも、読めば読むほど幸せになる、皆さん、新聞読んでください、嫌になってくるでしょ、国際情勢見てください、テレビ見たら嫌になるでしょ。 インンフォメーションいろいろ入ってきたらもう、うわーと思うでしょ不幸になる。さて、これが事実ですよ。知識を増す者は憂いを増す。しかし、それを整理しなきゃいかん。整理しなきゃいけない。整理する能力が必要なんですよ。人間は整理する能力がある。人間にとって最もすごい、ものすごい能力なんですか忘却というやつですよ。すぐ忘れる。人ごと事になってしまって、すぐ忘れる。 これもまた恐ろしいことですけどね、コロっと忘れる。自分の指の先の痒かゆいことの方がよっぽど気になる。ねまあそういうこともありますけどね、眼蓄のある言葉でしょ知識を増す者は憂いを増す。あなたは知識を増やさないということは実は知識を減らしていることになる。相矛盾する言葉ですけども、深いところではもちろんつながっているわけであります。まあヒレルが言ったことになりますけどね、まあ基本的にどういう考え方が。 これはユダヤ人はいつも教えられていることですが、何を教えられているか。自分で自分のためにやらなければ、誰があなたのためにやってくれるかっていうのが基本です。人生というもの。自分で自分のためにやらなければ、誰があなたのためにやってくれるか。これが人生だっていう考え方です。現実主義者です。そしてもう一つ、ユダヤ人が一番大事にしているのは、 今たった今ですよたたった今それをしなかったらいつできる日があるのかこの2つですこの2つのアイディア哲学で生き延びてきたんですよものすごいこの地上にものすごいネットワーク作ったわけですよそうでしょ金融もそうじゃないですか穀物メジャーもそうじゃないですかそして通信もそうじゃないですか情報もそうじゃないですか こういうい精神ですよ自分で自分のためにやらなければ誰があなたのためにやってくれるのか今それをしなかったらいつできるのか瞬間を最大限に生き,生き抜くというこういう精神を持ちたわけですねそれからもう一つヒデルの言葉で大変に響く言葉自分の肩書きを人に教えようとする人間はすでに自分の人格を傷つけているこれは深いですね わかかりますかこの意味が。旧約聖書の震言の28章、11節には、金持ちは自分を賢いと思い込む。弱くても分別ある人は彼を見抜くと書いてある。これ、人間陥落ちやすいですよ。そうでしょ、人間で。高い、低いはありますよ。高い、低いはありますけどね。人間っていうのはね、ちょっとでも人,人に優越感を味わたい人間なんです動物なんですよ。ちょっととと自分ができると思うと 俺ははあの1人はできるとそれがいかに自分の人格を傷つけてるかとこう言ってるけど、ひれるわ。ね深いでしょ。お金持ちもそうでしょ。金持ちって。金を持ったぐらいで自分を賢いと思うわけ。お金持ちになったぐらいで。それも相対的な世界でしょとんでもない金持ちといるわけですよ。とんでもない金持ちて絶対出てきませんからね、表にね。長者番付なんか出てこないですよ。 本当の金持ちですよね、まあ、私も持ったことないから分かりませんけどね、俺は長者番付乗ってないんだよ。とかってね、あなた、あなた大体さ乗るわけないじゃないの話ですけどね。まあ、しかし、もっと悪いのは、貧乏なくせんに賢いと思ってるやつはもっと悪いって言うんですね、聖書はそう言ってる。つまり、何を言いたいかって、ヒレルは何を言わんとしたかと言いますと、自分のことだけを考えている人間は自分である資格すらないと。 自分のことしか考えることのできない人間は、所詮、自分である資格すらないとこう言ってる、もっと厳しく言えば。これは非常に厳しい言葉ですよ。人生を本当に生きる秘訣とは、自分の舌を注意して使うことだ。人生を本当に生きる秘訣とは、自分の舌を注意して使うことだ。言葉ということですが。 人間は言葉という素晴らしいコミュニケーション能力を与えられましたしかしこの「自分の舌」というのはつまり英語でもタングと言いますけどねまだタングと母国語とタングというのは言語のことですね言葉のことですね本当に言葉っていうのは人を簡単に傷つけたり人を癒したり励ましたりもする 人を地獄に至って突き落とすわけですですから、旧約聖書の進言の十三3章、3節自分の口を警戒する者は命を守ると。いたずらにくしびを開く者は滅びると書いてある。考えて、不用意に使ってはいけない言葉だってあるわけです。ね言葉っていうのは恐ろしいですよ。それから、そのまあ、 ちょっと話は変わりますけどね言葉ということとそれから言葉の持っているその音の響きって音声というのがありますねこれはあの世界共通だと思うんですけどリーダーシップリーダーシップを取るための声の出し方というのがあるんですよこれはもう決まっているんですよ1これは昔から言われていることですよ1声が大きい声が大きい2番目低い声3番目響く声 低くて響かないといけない、甲高い声はいけない、リーダーらしくない、リーダーにふさわしくない、やたらめったら大きければいいってもんじゃありませんけどね、つまりど,れどういうことかって、しっかりと届く範囲の声でなければいけないということでしょう、ですから、アメリカではあのスピーチ学というのがあります必ずね、スピーチの勉強するわけです、気象点結できちっと話す、何のためにそのスピーチをしてるのかって目的があるわけです。知らせるためのものなののもなか相手の考え方を 変えるものなのか変えるためのものか何のためのスピーチか何のために今喋ってるのかという明確にするというそういうのがスピーチですけどもスピーチ学というのはありますでその時にまず音声低くて響く声ですからみんなそうでしょ欧米のリーダーというかあのちょっとあのブッシュさんはちょっと変わってますねあ,のあんまりなんだかちょっと甲高くてね珍しいですけどもねあのイギリスの師匠なんかいいでしょいい声してますね えー、あ,あ,いうあれが本当の,あのリーダーの声ですねあの、低くて、滑らかで響く声です、急に私も声を下げたりなんかしますけどね、いや私はこれは、まああのえー、おしゃべりと言いますか、講演ですから、あ,のあれですけど、ただあの、低い声というのは、鍛錬しないと出ません、あの生まれつき、声が低くて、響く方もいらっしゃいますけども、ただ、声というものは鍛錬をすれば、十分にあの強い声になります、響く声になります。 でそれは舞台役者はみんなそうですから大体23年かけてボイストレーニングをすればいいんですよ皆さんも試しにねやってみられるといいですよ1日10分でいいですから大体20分で20分ぐらいでそうですね1週間に3回ぐらいでもいいですからまあ歌だけでもいいですから20分で大変ですよ大きな声で意識的にお腹から腹式呼吸をするような感じでするともう3年もすれば立派な声になりますよ立派な声になりますまあこれは念のために言ってるんですけど えその知識というものは非常に大切なものだというのは、意外的な発想です。なぜでしょう、知識というものは頭の中に入ったものは奪えないからです。目に見えるものは奪うことができます。しかし、目に見えないもの、つまり頭の中にインプットしたものは絶対に奪われることがありません。誰も奪うことができない。そういう意味で、知識は宝だという考え方があります。紀元後年 ラビーのアキバという有名な人がいますけどもこの人は目の敵にされてたこいつは指導者ですからねこのユダヤを滅ぼすためにこの優秀なこの学者がいてはいけないというわけで学問を禁止したわけですねこれを値だらしにすればいいとこう思ったわけですいいところに目をつけてるんですけども それで、えー、のーそうするとこのラビアキバというのはね、あのー、言ったんです、まあ、結局この人殺されるんですけどね、学問、学問するなと、そうするとなんて言ったかっ言ったら、キツネと魚の話をしたんです例え話をしたんですよ、魚が泳いで、キツネがやってきて、なんか魚,魚さんって、あんたなんか心配そうな顔しますねって。 いやーもう私ね、の水の中をね泳いでても結構危険なんですよって、もう網がね、網にこう来て取られるようになったりね、いろいろ結構水の中危険ですよって言ったらね、狐がね、だったらね、陸に上がってらっしゃいって、私が守ってあげますよと言ったらね、狐に魚が行ったって、あなたも相当なおバカさんですねって。 水の中ですら危険だと自由に動ける水の中ですら危険だと言ってるのに陸に上がったらどれほど危険か誰でも分かるでしょうとそういう例え話をしたんですそれでこのラビアキバアキバというラビは殺されるんですもう火あぶりかなんかされるんですねその時焼きごてかなんか出られるのかその時に神に祈ったんでお前はこんな目にあっても神に祈るのかって言ったらねいや私はこういう目にあっても神に祈れる自分が ととても幸せだとこんな状況になっても神を、神に対して祈りを捧げることができて、私は本当に幸せですてて死んだと、まあ、これ、有名な人ですけど、これはユダヤ人に尊敬されている人なんですけど、つまりこの中で言う魚というのは何ですか、ユダヤ人のことです、水というのは学問です、学問の中でしか生きられないと、その学問さえすれば、いつかは火の目を見るというこういう考え方ですね、それは国をなくした人の考え方。 しかし考えたら、私たちも通じることでしょ。私たちは幸いに日本という国に住んでますけども、個人個人で考えたらそうじゃないですか、決してなくならないもの、それは知識ですよ。知識というのは別に、私は言ってるの普通のお勉強のことだけじゃないですよ。知恵ですよ、知恵。生きていくための本当の深い知恵、なくならないもの、こういうものを自分が身につけるということ。そして 自分の家族にも伝えていくということ、それが一番大きな力になる、こういうことですね。えー、時間がなくなってまいりました追加で次にいきたいと思いますけども、えー、面白いところをちょっとピックアップしてるんださい、堅い話ばっかりじゃないですから、悪魔の贈り物っていうのがあるんですあるとき人間が木を植えてた、それは何の木だと悪魔が来ていった、いや、これはですね美味しい果実がなるんですよ、そうか、だって俺もなんか仲間に入れてくれよと。 で悪魔がですね羊とライオンと豚と猿を連れてきて殺して血をこの木のところに注いだそこから何ができたかってブドウ酒ができたってワインができたですから最初の1杯飲むと最初の1杯の時は羊のようにおとなしいけれどもやがてライオンのように吠えて最初は3杯目には豚のように醜くなってもっと飲むと猿のように踊り出すといういませんか目の周りに 近くにおりませんかそういうい人がなかなか面白いなと思って私から見て悪魔は人を訪ねるのにあまり忙しすぎるときはその代理として酒をよこすと言われて酒に関する技術は多い,ございますなぜならば酒で失敗する人が多いからです酒というのは科学的に言うとこの伝達する意識の伝達するものを回路を切,切っちゃうんです切るから覚えてないそういう作用をするので、えー、この酒というのは非常に危険だと言われていますけども 旧約聖書の神言の31章4、4節から7節までもこう書いてある、酒を飲むのは大たる者にふさわしくない、濃い酒を求める者は大たる者の,のすることではない、飲めば起きてを忘れ、悩む者の,の裁きを曲げる、濃い酒を滅びようとしている者に与え、酒を心の苦しむ人に与えようと、彼らは飲んで自分の貧乏を忘れ、その悩みを思い出すこともないと、書いている。まあ 過ぎぎたるるるは及ばざととしと申し申ままし飲みすぎるとよくありませんねもちろんあの酒そのものが悪いわけではありませんけどねそれから面白いのは木の怯えっていうのがある世界に鉄というものがあることを知って木が怯えたといつか切り倒されるんじゃなかろうかと神様が言ったら心配するなとお前が鉄に絵を与えなければ大丈夫だと分かりますねお前がその枝を与えなければお前が切り倒されることはないと、ね、よく考えてください 自分が誰かに傷つけられるのは、自分がそのね協力してるんですよ、わざわざ、そういう場合が多いということです。自分が誰かに傷つけられる。ところが、実は自分が原因であったと。そういうことがあるわけです。よく考えてみると、これはなかなかがんのある言葉です。それから、暗示ということをね非常にユダヤ人は知ってたんですね。まあ、フロイトなんかもそうですけど、まあ、皆さんご承知のように、近代の,この精神、 精神分野と言いますか精神分析の世界をこの開いたのはユダヤ人であるフロイトでありますけどもこれは昔から知ってたんです暗示の力ってのを知ってた何かって言いますとねローマの士官がですねあのユダヤ人はよく夢を見るというけども今晩どんな夢を見るか分かるかと聞いたらねそのラビが言ったんですよ今晩おそらくあなたはねペルシャがローマにねこの 奇襲をかけてねペルシャがローマに奇襲をかけると。ペルシャがねこのローマを支配する、そんな嫌な夢を見ると思いますよと言った。次の日に、お前、どうして俺,俺がそんな夢を見るということを知ってたんだと。分かりますか言葉によって暗示を受けたということを知らないから。なんでお前は俺が見る夢を知ってたんだと言われたから見たんでしょこういうことをユダヤ人は知ってたんですよ。つまり、どういうことかと言いましたら、だから私たちが、 自分の理想の姿を思い描いて自分の潜在意識にインプットするとどういうことになるかということですよ。思い描いたようになるということを知ってて彼らはそのずっと何千年もそれやってきたわけ少数民族であってもものはなくても砂漠であってもいつかは豊かな 世界に自分たちは生きることができるということを強烈に念じ続けてきたわけですよ。そして今、現実になりつつあるでしょ。これは私たちも学ぶべきところがあるんじゃないですか。暗示の力。もっと言えば自己暗示の力です。人に悪いものを暗示する必要ないですよ。あなたなんか具合悪そうねって言われただけで具合悪くなりそうですから。それはそうですよ。それはもう実験済みですよね。例えば5人ぐらいから言われてください。あなたちょっと病院行ったらいいんじゃないなんて。 1>, 1日に5人もやれてください。絶対健康な人も具合が悪くなりますよ。それくらい恐ろしいものなんですね暗示の力っていうのはですね。暗示をいい,い,い方に使わなきゃいけない。出会った人すべてから何かを学ぶことのできる人が世の中で一番賢い。これはできるようでできないでしょ。出会った人すべてから何かを学ぶことのできる人が世の中で一番賢い。前にも言いましたように。 天文学的な時間の流れをクロノスと言って、まあ、ギリシャ語でですね、何か特別なことが起きる一瞬のことをカイロスという、これは出会いのことだと言いました。キリスト教神学ではカイロスのことをキリストと出会うことと言いました。しかし、出会った人すべてから何かを学ぶことのできる人が世の中で一番賢いというのは、逆を言えばですね、人の出会いがわからない場合もあるわけ。偉大な人に出会ってね、偉大な瞬間に出会ってもわからない人もいる。 わからないかもしれない。それはそうでしょ。松下村塾というのがありました。吉田松陰に。ものすごいたくさんの人が学んでるんですよ。中にはご飯だけ食べに行った人がいる。あそこはただでしたからね。月謝を取るわけじゃないんですから。ただですよ。おまけにもう行ったらご飯が出るんですよ。おにぎりとか。だからそのおにぎり目当てに行ってる子どもたちもいたって言うんですよね。この人たちは全然出会ってないでしょ。吉田松陰に。出会ったと言えないでしょ。 本当に出会ったというのは自己変革を遂げたりする。学問というのは自己変革を遂げるためにするものであると。何のために生きるか、その本質を学んで、これまでの自分ではない自分に変貌をすることが学ぶことの意味であると。そういうことがですね、これはお互い様の問題ですけども、ね、出会いというのはね、その出会いが分かる、価値が分からなければ出会わないわけです。強い人。 それは敵を共に変えられる人であると。これは難しいですね。キリストはもっと鋭い言葉で言いましたね。何時の敵を愛せと。迫害する者のために祈れ。できませんよね。できません。でもできない自分を知っておくことは必要ですね。とりあえずできないなと。できない。言葉では言えるけど。 敵を共に変えられる人、こんな人になりますかね。だからキリストはだから敵を愛せという愛した瞬間にもう敵ではなくなるからということなんです。まあ仏教ではですね、大乗仏教の究極は一年三千と言われておりますけど、ご承知のように、実会語とね、地獄からあの仏界まである、地獄学、祝祝、修羅、人間天正門、縁学、菩薩、如来という実戒があって。 地獄の世界にもまた地獄界から仏界まであって仏界の世界にも地獄界から仏界まであるとなぜ仏界に地獄の世界があるのかと仏教ではそういうものの見方をしている地獄というものが存在するだけで仏にとっては地獄があるなぜ地獄の世界を解消できないのかとそれが地獄この方が私たち日本人にはピタッと来るかもしれませんがこれは現実ですね これは本当に強い人ですよ。こんな強い人いませんよ。敵を共に変えられる人。愛せますか地獄を。地獄でさえ愛することができたときに初めて天国にいることになる。豊かな人。自分の持っているもので満足できる人である。仏教では知足という、足ることを知ると言いますけども。 自分の持っているので満足できる人、これは豊かな人ですね。まあ、逆のことを言いますと、よく言われることですから、もう一度覚えていてほしいんです幽霊というのですね幽霊の特色は日本でどう描かれますか髪が長ーくてね、私のことじゃないですよ。後ろに長いでしょ、後ろ,後ろ髪、後ろ長ーくてね。で、この手が前に行こうです。ねじゃ足がないでしょ 髪が後ろ長いのは過去を引きずっていることを表していると、ね。前にこうなっているのはまだ来ない未来のことばっかり先走っていると。足がないのは地に、それこそ文字どり地に足がついていないと。昔のこととか先のことばっかり考えている人のことを幽霊だ、ね。前も言いましたように本当の幽霊はそんなしてませんからね。まあ見る必要はないですけどね。見る必要はありませんけど。 過去とか未来にとらわれない今を精一杯生きるということが豊かな人です人を賛美できる人こそ本当の誉れ高き人である人を賛美できる人こそ本当の誉れ高き人である手放しでねあのオリンピックの時私感動しましたですね日本のまあ日本は二十数年ぶりですか金メダル取りましたけどあの最後の演技をした時アメリカ人でしたかね もう演技を見てもう手放しで手をたたいていたでしょ全くその自分たちがメダルをるとか金メダルをるとかじゃなくて本当に相手の素晴らしい演技に対して手をたたいていたじゃないですかあれが本当のスポーツマンシップですよねあれ非常に成熟しているなと思ったあのスポーツマンとしてねあれが本当のああいうものを見るために私たちはテレビ中継を見らないからしああいうところを映してほしいですねドーピングしても笑顔してね私は規定移動にしたから私は 一位だといや金メダリストだと思ってますとかね、そういうのはよくないですよ、だ美しくないでしょ、全く、あれじゃもう全く美しくない、本当に人を賛美できるか、人の成功を喜べるか、ここです、これは人間の命は決まる、これで、さあ次いきましょう、賢人になる7つの条件、これはあのものすごく参考になります、賢者になる7つの条件。 1、自分より賢い人がいるときには沈黙と。これなかなかできないんですよ。なぜなら、自分のほうが賢いと思ってるから、人の話でも、あ,あこれ知ってるなと、これ聞いたことあるなと、すぐ思うわけ、人間ってのは、言葉字だけ見て、あ,あこれは俺、私の方が賢いなと。つまりね、逆に自分より賢いかどうかってことは、逆に言ったら分かりません。賢い人はすべて頭を低くするんですから、本当に賢い人ってのは。 誰からでも何かを学ぼうとするから、これ矛盾してますけど、自分より賢い人じゃないんですよ、自分よりどこかで何か,何かしら賢いところがあると思った方が間違いないんですよ、ね。理由などいらないんですよ。ぐちぐち理由なんかいらない。ただ、そこにただ黙っているときも必要なんです。時と場合によっては沈黙すること、逆らないこと、こういうこと大事ですね。人の話の腰を折らない、すぐ人の話を奪う人がでしょ。 ね、人の話の腰を折らない、どういうことですか、人の腰を折らないってことは、腰を折るってことは自分が喋りたいあ、その話は私聞いた、もう知ってる、よく、ね、夫婦でもありますねあ、もうこれ38回聞いた、もう女の人、またこの話してる、あれでしょ、まあ、この人、年食ったのからもう、ええー、もう38回、ももう、もう聞き飽きた、耳にたくまで来たって言うでしょ、よくない、それを黙って聞いてあげなきゃいけない、これはこ夫婦のうまくいくコツです。 嫌な顔しちゃいけません。あるがままを受け入れる。あるがままを愛する。すべてを受け入れる。ね大体、だいたい愚痴をこぼすのは男が多い。愚痴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 ね。嫌になる本当すですよ。女の人が愚痴こぼうと思うでしょ違うんですよ。男がもう愚痴。だから、女の腐ったようなっていう表現があるでしょ女,の女は腐ってなきゃ素晴らしいんですから。女が腐るからよくないんで 女が腐ったような男っていうね、これは愚痴をこぼす男ですよ、私たちが反省しなきゃいけないんですよ、だから、その男の腐ったような、女の腐ったような男を直すにはどうしたらいいか、愚痴を聞いてやらないといけない、もうつらいですよ、でも素晴らしいね、のこのオリンピックの,あの,何ですかねあのアーチェリーの人はね、アーチェリーのあの先生、名前忘れましたけど、あの方がね、調子が上がったらしいんですよ。 当日の前日、前夜に、奥さん、電話した、調子が悪いんだけどって言ったら、そんな電話ならもう二度としないでって <laughs>、気分が悪くなるから、電話しないでって怒られてね <laughs>、いやー、しかし、勝つ入れられたって言うんですね、もうそれで勝ったって言うんですから、まあ、ああいう人もいるね、まあ、一流の男はあれがいいんですよ、ね、二つしかない、勝つを入れるか、黙って受け入れてやるか、見極めんっていうか、難しいですよ。 まあ結果が良ければいいんですからねそれから答えるときに慌てない答えるときに慌てないこれは大事ですよ皆さんなんか急に聞かれたら慌てるでしょ一呼吸を二呼吸を三呼吸置いてもいいんですよ知らないときはぐっと,ちょっと考えてみるんですよ慌てないで答えるんですよ慌ててすぐ答える人の方が大体的外れの場合が多いですからじっくり聞かれた意味を考えて4番 常に的をいた質問をし、筋道だった答えをすると。この的を得たとね、的をいたと書いてありますけど、罪というのは、ご承知のように漢字でもね、目的にあらずと書きますね、ハマルティア、ギリシャ語で、的外れと言いますけど、これ難しいんですよ。質問がね、正しい質問をする人っては相当レベルの高い人ですよね。大体そうでしょ 学校でもね、そうですもんね、質問する人って勉強できる人多いですよね。勉強してない人はね、どこから質問してか分からない。だって全部分からないんだから。質問ができる人って大体相当勉強してる人ですね。5、まずしなければならないことから手をつけ、後回しにできるものは最後にする、つまり優先順位をしっかりするということですよ。どうでもいいことから始める。そういう人が多いでしょ。どうでもいいことからする。 ね、朝起きて「ああ窓の散歩を拭きとかなきゃいけないんだ」とか言ってね窓の散歩を着きるみたいな大体今日何をしなきゃいけないか忘れてしまう。「散歩を拭いてずーっと散だけ拭いてね部屋の隅だけ拭いたりなんかしてね怖して何を今日しなきゃいかんのかと一番大事なもの何かあ猫に餌やらないかんやったとかね多いでしょあ犬の散歩忘れてたとか言ってねまあそれも大事かもしれないけどね。 何が大事かそれは人によって違いますけどね、もう老後の人はいいですよ、だって猫に抑えるのだけはすべてだったりしますからね、猫ちゃんとニャンニャンニャンしてね、そういう人もいますけども、そういうことをちゃんと自分の生活の中で、一日の,その設計ですよ、スケジュールをはっきりさせておかなければいけない。6番、自分が知らないときはそれを認める。これは難しいんですよ、結構。でも楽ですよ、知らないときは知りませんって言った方がね 知ってる時に知らないとして人るでしょ政治家の秘書なんかは得意ですよね。知りませんとか言うんですけど、もう得意ですからね、もう決まってます、答えは。知りません、いや、記憶はありませんとかね。これは得意です。1億円の古希といや、そんな昔のことはってね、そういう、決まってますから、答えが。7番、真実を認める。真実を認めるとこれ、抽象的ですけどね。 これは何かと言いますと、これはもちろん皆さんご承知のように旧約聖書の範疇の中、つまりこの方たちは、この方たちは,はユダヤ人は神を信じてる人たちですから、つまりすべての人がということ、すべての人が神の愛の中にあると、神から愛されてない人はいないという考えです、ユダヤ人がということですよ、この場合はね。つまりどういうことか、真実とは何か、私たちは神の前では平等であるという、こういう精神です。 誰々が神に近くて、誰々が神から遠いという考え方はありません。でこれでも、よく考えたら真実じゃないですか。神というものがもし存在するとすれば、皆さん方に神を信じている人も信じない人もいるかもしれないけど、もし神というものが存在するならば、人間というものは、神の周りは平等である。これが真実なんですよ。この発想があるから、今までのことができるわけ賢いしている時には沈黙をするとか、人の話をの腰を折らないとかいうのは、この七番があるからなんですよ。 私たちは、私たちは人間というのはその関係なんだ。人間同士の関係が深いか浅いかいこれを見ないといけんですよ。まあ、インド、ヒンズーには長い歴史があって、二つありますね。基本的な考え方。それは何か。一つは、存在するものはすべて一つであるという考え方。何はそれであるという考え方。この二つですよね。短く言えば。じゃユダヤ人は何か。 私たちは神の周りでで平等であるこれが真実なんですよ。だから、自分の身に起こること、いろんなことが起きますよ、さまざま現実でそれは、自分の意識がどれくらいにあるかということを知らしめるためのものである。神から与えられた試練であると考えるわけ自分の意識はどれくらいのレベルなのだろうかそう捉えたら、自分の意識のレベルが上がる。辛いことが起きる。 どうしてこういうことが起きるのかああ自分がこのレベルの感情というもの感覚というものが習得してないからこういうことが起きるのだなとこういうふうに捉えるこれが真実なんですあらゆる病気の中で心の病ほど苦しいものはないあらゆる悪で悪さいほど悪いものはないこれ深いですねしかし悪さいは何が悪さいかっていうのはわからない難しいんですよ 兼母と言われるような人が悪さになったりする場合もあるんですかえって悪かったりするものすごく根性悪そうな人がものすごくねあのその男性にとっては良かったりするんですよ切った激励してねあのソクラテスの妻みたいにねこれは分かりませんしかしこれはリアルな話ですね心の病ほど苦しいものはないあらゆる悪で悪さいほど悪いものはないなぜですか ずーっと一緒にいいいなななきゃいけないからなんですよ私はあんまりこの大きな声でしてないですけど <laughs> なのでねもうずっと一緒ですよ私は一人芝居なんかだったらもう証明もしてますからねもうずっと延べつくまなくなんでずっといるのかなと思ったら一人芝居の仕事をしてるからなんですけどねああ汗が出てきましたけどね世界中でほかに置き換えられないもの若い時に結婚して連れ添った古女房っていうの。 皆さんこれ結婚独身の方を考えたほいいですよ。ね、あの眉間に縛らせてる場合じゃないんだから、ね、若い時に結婚して連れ添った古女房しかしこんなこと言われたんじゃ女性も怒るでしょうね反対の場合もあるでしょうあらゆる病気の場で心の病と苦しいものはないあらゆる悪で悪い夫ほど悪いものはないということなんじゃないですか。ね、若い時に結婚して連れ添った フルテイスということになりますが言われた言われないようにしないとね、今はそう、多いでしょう、逆に。今、女性の時代とかあって、オリンピックでもね、金メダルを取る人は女性がどんどん多くなりましてね、男性はもう、本当に、いいことですよ、いいことです、女性がどんどん進出で、正解にも出てほしいと思いますけどもね、これは本当に、つまりパートナーということです、パートナー、パートナーというのはね、これは難しい、何があっということはも時間がありませんから言いませんけども。 子供は幼いときには厳しく叱り、多くなったら叱るなというのが、これ今、意思しないでしょ、今の,今のお母さんたち。子供は任せしてね、だめにするんです昨日実はトッで芝居し,たしました、高校で、居ねあね、サザンクス筑後というね、ホールですよ。しかし今、これ、実は高校の文化祭です。素晴らしいなと思ったのは、ですね立派なホール、大ホールですよ。 これをね子どもたちが、つまり高校生の子どもたちが発表するのに、ああいう大ホールを使う立派なホールを使って、プロの照明といいますか、そこの専属の方たちがするわけで、ちゃんと、ダンスをするにしても、何をするにしても、ああいうものを高校の時から体験させるというわけでしょうね、その冒頭に私が突進の芝居をしたんですけどね、皆さん、私のシ進の芝居見られたかどうか分かりませんが、もちろん芥川の作品とちょっと変えたところがありますけども、ちょうどあの閻魔大王から鞭打たれるところがありますけどね、メスの馬がですね、その時に閻魔大王が言うでしょう。 こののつまり年春,ってことです年春のこの若者の母親は自分の息子を甘やかした罪で地識障害に落ちているはずだとこういうセリフこれは私が勝手に作ったんですけどね、そうなんですよ、子供を甘やかす、だめにするんですよ、多くなったら叱るなってどういうこと気づいたとき遅いんですよ、大人になってお怒ったって無理です、更生できませんよ、なかなか怒ったって叱る、叱るぐらいじゃ。 でも小さい時きは訳分からない時に叱らなきゃだめ悪い時は悪いと言わなきゃだめなんですよ。それをたらーっと甘やかすからもうダメな人間になる。けじめのつかない人間になっちゃうんですよ。これはね、深いですよ。厳しいんですからユダヤ人っていうのは。本当にね、それでその次もそうですよ。旧約世紀の話ですよ。震源の27章6節愛する人の与える傷はまことからであり、憎む人の切符は偽りからである。これもそうですよ。 愛してだから皆さんそうでしょよその子供はなんか怒らないでしょ昔は怒ってましたよ田舎では人の子供も平気で怒ってるおじいさんがいました悪いこと悪いと厳しく言ってたコミュニティーですから今そうじゃないでしょ下手なことしたらなんか子供からなんか刺されるかもしれないっていう恐ろしいような状況下にありますけどねそうでしょどうでもよかったら何も言わないんですよ そこを見極めることができなくなってるか、今の子供たちが。今、厳しい先生、少ないでしょ、厳しいのは今なんですか、スポーツ界だけでしょ、なぜ伸びてるか、厳しいからですよ、あの、見てくださいよ、シンクロの,ねあの先生、鬼講師とやた人なんか、プルから上がってきたらもういらないでもうどうするんですか、上がってくるの、もうプールから上がる人間はもういらない自分がいいというまでこう水に沈かことかかんですよ、どうします、そのまま上がってこないと、ぱーってね <laughs>、厳しいですよ。 凄まじいでしょ、ちっちゃいと厳しさがあれだけ厳しくするから成果が出るんですよ、素直でしょだから、それは何かを成し遂げようと思ったらですね、これは生んからこそいかんね、褒められたら、褒められたらね、ダメになってると思わないか人間っていうのは大体、なんでですか、気持ちよくなりますから、叱られたらどうなりますか、嫌な気持ちになるでしょ、で普通はそれをね、跳ね返そうとして、努力をするんですよ。 今逆になってるちょっとお前は有頂天になってねそのも努力すればいいんだけどね努力しないですからこのとこの聖書で言ってるわけですよ愛する人の与える傷はまことからであり憎む人の切っは偽りからであるだからね相手の足をすくおうと思ったら褒めるんですよやたらに褒める皆さん褒められたらねなんか裏があると思わないか <laughs> そんなことはないですけどね、素直に褒めてるかもしれませんから、あんまりね、疑い深くなっちゃいけませんけど、まあそういうことで、よく考えてくださいっていうことですよ、厳しく言う人がいたら、ありがたく思わないゃ、大人になって厳しく言ってくる人いませんよ、世の中で。自分を知ることが最大の、その前ですね、その前行きましょうか、体は心に依存し、心は財布に依存している、体の財布は人を深く傷つける。これはね いかにその経済というものに対してですね、深いリアリ、リアルな言葉か、こんなリアルなこともないですね、こういうふうにして教えるんですよ。それはそうですよね。富は要塞である、貧困は廃墟である。徹底して貧困というのは否定してますね。貧しいことはよくない。不健康だと、こう言ってるわけです。富は要塞である。それはそうですね。もちろん、お金で買えないものもある。お金ではどうにもできないものももちろんあります。そんなことは当たり前です。しかしか 貧困は廃墟である。ガンジーの有名なことがありますね。貧困は悪魔だという言葉がある。あれだけ製品であって、そして無抵抗を修行して、そして本当にキリストの汝の敵を愛せよ。迫害する者のために祈れ。これを本当に歴史を実践できたのガンジーだけじゃないかと私は思ってるんですけども。この人だって貧困は悪魔だと言った。どうですか見てください。世界中のあらゆる悲劇を。 経済戦争ですね、地政学的なもの、いろいろありますけども、経済でしょ、これはね、本当にこの貧しさというのはね、本当どうしようもないですね、これ、現実主義者、現実でよく見据えた言葉ですけども、自分を知ることが最大の知恵である、これはすべてですね、自分を知ること、先ほど言いました、出会いと言いましたけども、何のために人は出会ってるのか、人と人は何のために出会うか、自分自身を知るためであると。 もっと言えば、神に出会おうということは自分を知ることで神を信じるということは自分を信じること。こういう発想があるわけです。ですから、神を信じているとどうなりますかあらゆる経験、自分に降りかかるネガティブなものも含めて、あらゆる経験を神様がくださったものとして、私は拒否しないと、これを受け入れるという、こういう精神を持っているわけです。これが本当の信仰ですね。 人間は口が一つ、耳が二つある。これを聞く方は倍にしろということである。これは聞く方を倍にしろと。まあ分かりやすいことは、皆さん聞かれたことはあると思いますけどね。ですから、インプット、人様の言うことに耳を傾けなさいと。こういう態度が大事だと。他人の前で恥じる人と、自分の前で恥じる人の間に大きな距離があると。 これでですか武士道でしょ日本の文化というのは恥じる文化だと言いましたけど、あれは表面的な取り方ですね。人が見ているときには、日本人は行儀正しいけども、人が見ていないととんでもないことするというような意味でね、日本,日本人は人をやたらに気にするというこ言うけど、それは表面的な話でね、武士道はそうじゃないでしょ。武士道というのはまさにこれですよ。自分の前で恥じる、自分自身に恥じるから腹を切るんですよ。腹を切,切れた。 だから吉田松陰が核すれば核なるものと知りながら、とやむにやまねぬ大和魂とこう読んだ、こうでしょう、自分がこの道を進めば、自分にとっては不利益を被る、自分の命はなくなるかもしれない、それでもそうしなければ、自分自身に恥ずかしいと、自分がそれを知っていて前に進まないのは恥ずかしいと、恥だと、これは武士道です。名声を求めて走る者は名声に追いつかない。 しかし名声から逃れて走る者は名声に捕まえられるこれよく言えてますねなんとかね人に褒められたい名声を得たいなんて思ってる人は絶対そういうふうにならないんですよ私は表に出るのは嫌です名声はいりません名誉とかはいりませんという人に名誉が来るんです見えないところで一生懸命に努力をしている人のところにしか名声はやってこないという意味です 亀を見るな中に入っているものを見ようと中身ですよ、私たち方面を見る、中に入っているもの、つまり本質を見なさいということです。まあ、朝鮮墓地という、私が時々、こ,この話、好きなものですかよく言いますけどね、朝鮮墓地っていうのはあるでしょう。中国の個人にあるでしょう。ね、猿を飼ってた、どんぐりの餌をやってた、猿が増えたんでね、困るんでね、もう今日から制限すると。ね 朝朝どんぐり3つ夕方4つこれでいいか猿が怒ったなんですかそれはと猿がみんなでギャーギャーキャッキャー言ってもう怒っただったらじゃあ朝4つ夕方3つこれでどうだったそれならいいと言って猿が喜んだ猿レベルだって言うんですね私たち人間は一般人物事の本質を見てない目先のことだけしか見てないから朝4つと言われたらおーっとね喜ぶ 中身をを本質を見てないまあこれと同じね生子は美,人美女かってなりますね。うの知ってますか覚えてますか越王、五越、五と越の戦い。越、ね、王の光線が、五、ね、王の房がね、ものすごくこの女色に弱いと、美人に弱いって言うんでね、国中から探し出して、生死というね女性を探し出してきて送るわけ。まんまと受注にはまって、ポロッとなってね。 ヘロヘロになって国が乱れて結局その房は滅ぼされますね五の国は。奴から滅ぼされるでしょこの房っての房のお父さんが皇陵でしょ皇陵に仕えたのが孫武ですね孫子の絵が描いた孫武。当の昔にもう去ってるわけですけど房はダメだと。この子の息子ダメだと見切った。まあそれはいいんですけどもその生死は美女かってのは何かってどういう意味かって言ったらね生死は美女かと。人間は美しい見たら美しいなと思うでしょ ね、それは人間の身から見たらそうかもしれない、魚から見たらどうかって、とんでもない発想するわけだ、その中国人は、魚が聖書を見たらどう,どうなるかなって、うわーってびっくりしてこう潜るんじゃないかとね、そう当たり前ですよ、人間ですからね、そういう発想を持,てな持ちなさいということですよ、絶対そういうふうに、だからそれは分かりやすいんですよ、表面的に見るから人間は、美しいとか、見にくいとか、魚が見たらどうだと、とんでもない発想ですけども。 まあ、とにかカメを見るなと中に入ってるものを見よと行動は言葉よりも声が大きいこれ痛い言葉でございます百千の言葉というのは一つの行動に比べられるともう色を失いますね行動というのは言葉よりも非常に声が大きいつまり説得力があるということなんですねえー、素晴らしい嘘っていうのを言いましょう す。嘘をついていい場合があるというんですね、これはこの頼むことに書いてあるんですよ、すでに買ってしまったもの、何か買い物しますね、買ってしまったものについて、意見を求められた場合と、これ、どうですかね、こう買ったんですけど、いやー、それ素晴らしいですねって言わないでいかんと、絶対に批判的に言っちゃいけないと、もう買ってしまってるから、お金払って。 素晴らしいんですねっってて言わなきゃダメだっていうねもうどうしようもないことは褒めた方がいいってことですよ。うそ。う嘘をついてもいいと。それから友人が妻をめとった場合、これは男性の方は覚えてくださいね。妻をめとった場合、どうですかいやー、美しいですねってね。思ってなくても言わなきゃいかんという。うをつかないかん。もうどうしようもないんだから結婚してもらった。いや、どうしようもないっていうのはね。 あ結婚って神聖なものでね、日本みたいにポンポンです簡単に離婚でき,ないできないんですから、いる理由がないと。ですから、いやー、二目,目と見れない、いや、二目と見れない、もう、いや、二目と見れないじゃなくて、あのいやいや、もう千人に一人もいない美女ですねと、これくらいやらなきゃだめだっていうんですよ、ね。それもちゃんとこう目をそらしながらいっちゃいけないんですよ、向こう見ながら。友人が爪を目取った場合、美人だと褒めなさいとこう言ってる。 これどうですか何を言ってるんですかどうしようもないことについてはわざわざ批判的に言う必要はないということなんですよ。当たり障りのないことについては褒めてたほうがいいと。それを褒めなかったら、触っちゃうから逆に当たり障りがあることになるわけ。褒めてれば別に褒めたことは当たり前のことで別になんてことはないんですよ。だけども、それを批判的に言ったら大変なことになる。命とになるわけ。関係が。えー、それからですね、母親の命か胎児の命かという、これは。 よくこれね考え方を言ってるんですよ考え方っていうのはね、例えばえ母体が危ない、母体が危ない、のこ,のこの子を取り出せば、なんとか助かるかもしれないけど、母親は死んでしまう可能性がある、そういう時どうするかって話なんです。このユダヤ人は、ユダヤ教は、子供を殺して母親を助けます。カトリックはケースバイケースですが、基本的には考え方、なぜかと言いますと、体重を取る場取合が多い、なぜですか。 それは胎児は人間だからです。胎児を人間として認めますしかしユダヤ人は母親から出てない母親の方とから出てないものは人間として認めません、認めてないんです。ものすごくわかりやすい、現実主義です。だから母親を助けるんです。こうに形のある人間を助ける。という考え方です。ですから、そのに旧約聖書の伝道の書の十一が11章の五節私の好きな言葉ですが、あなたは身ごもった女の体内でどうして霊が骨に入るかを知らないというの。 いつ入るかかわらないいつ裏に入るのか魂が骨が霊に入るかいつ入るのか知らないと、ね、私のナザレ・ニエスという芝居の中でもこの言葉を使ってますけどね身ごもった女の種どうして霊が骨に入るかを知り得ないように地上に生きる民はついに彼が何者であるかを知ることがなかったという,うセリフをつないでますけどもこれは面白いなと思いますね。大地はまだ 人間として認めない、母親を優先すると、まあ、こういう考え方、それはこうリアル、えーっとですね、まだどの分ぐらいですか、あと5分ですね、それではで、ね、最後にですね原子力をちょっとお配りしましたが、まあ、経営講座ということで、私があの連載している雑誌の中のものですけれども、一、まあ、つだけこう確認をさせていただきたい、まあ、それは、今日のこともそうなんですけど、なぜ私たちは古典に学ぶ必要があるのか、触れる必要があるのかということですが、 あの特に日本人はです、ね、でさまざまなものが日本の中に流入してきてます、いろんな思想が、日本人の凄さ、凄みというのはです、ね、どんなものでも受け入れる能力があるということですよ、ね、つまり、全く異質なものをです、ね、異質なものであるからこそ喜んで受け入れるという、こういう能力があると思うんですよ、少なくとも昔の日本人にはそういう度量があった、小さくなっちゃいけないんですよ、自分の信じてるものがすべてだと思っちゃいけない。 大きく心を抱いて、いろんなものでも、一応自分の中に、大きな自分の心という宇宙の中に入れるという、こういう努力が必要なんですよ。ですから、里市さんが言ってますね、この、大乗は天を等し、その次は人を等し、その次は敬を等すと。ねだから、の人物は天,を天の理を等し、二流の人物は人を等し、三流の人物は書物を等すると。こう書いてるわけですよ。でも、以前言ったように、 いや落とし穴があるじゃないかと、一流でもない人間が天の理を自分自身で理解できたと思い込んで行動すればどうなるかと、取り返しがつかない失敗をすることになるかもしれないと、また、ただやみくもにですよ、死を求めてさまやったとしても、彰子に出会えるとは限らない、正しい先生に出会えるとは限らない、死に値しない人を死と仰ぎ、道を誤る可能性もある、そうすれば、三流と言われようが何、なんと言われようがですね、まずは長い歴史の中で、この投与されたもの。 万人に認められている真理について書かれた敬意、古典です、を紐解といて、精読した方が無難なのではないかと、これはパラドックスですね、こういった、もちろん佐藤一さが言わんとしたことはです、ね、安易にこの人,とか、ね、人とか書物に答えを求めるのではなくて、全身全霊で天と自分自身がですよ、自分自身が全身全霊で天と迎えやってみようと、こういう意味なんですね、つまり、私利私欲を捨てて、心を透明して、天の理法に学ばんとすれば、天はたちまち感能すると。 ね、インスピレーションがこうやってくると、道はおのずから開けると、こういう意味で言ったわけです、でも両面必要です、全部必要です、私はそう思ってます、もちろん天を人することも必要だし、誰かに出会って、その人を人を会うことも必要だし、自分で実際に書物をひもとく、この3つとも必要なんです、本当は、そういう意味です。えー、時間がありませんから、このもう一つだけ言いますと、何かと言いましたら、分の一時はこれ、進学の期間なり。 人ぞや、ね、このとこですよ。分の一時、八分,分の分です。学問をするために八分することが大事だと何の。これは誰が言った言葉、孔子の弟子の中で最も学問に引いたと言われたこの岩塩です。非常に貧しい生活をして、ですね懸命に勉強した。お前、なんで嗜艦しないのかって、いや、私はこうやってもう最低の生活でも先生とお話できるだけで幸せなんです。でもこれ、死にましたね、若くて死んだ。 その岩塩が言った言葉です、古代中国の伝説の西王春も私と同じ人間ではないかと、私とで高貴な理想を求めて、おのれを磨けば、春のような立派な人物になれるはずだと、こう言った、これがまさしく八奮だと、ですから、ふんの一字とは、一時はこれ、進学の期間なり、春何人ぞや、われ何人ぞやとはまさにこれ、ふんなりと、私だって同じ人間ではないか志。 私志を忘れてる、大志を持たないゃなと。ですから、志あるのしは理人のごとく、百者へきへきす、志なきの人はどんとうのことし、同感も、同門も武漢すと。だから、志がある人ってなんかオーラがあってね、もう悪いものはつかない、近寄れないんです、邪悪なる心を持っている人は近づけない。ところが、志ない人っていうのはね、 もう物事のよく道理がわからない子供子供からでも馬鹿にされると、なこういうことが書いてある。ですから、私たちはこの古典と言われるものに関してはです、ね、古今東西、誰が書いたものはどこの国の人が書いたものであろうと、私たちが手に入れることはできるものでも喜んでそれを紐解いて、学ぼうとする、そういう発想が必要だと。それで初めて人間とては自分を磨くことができるんじゃないかと思うんですね。まあ、そういういことで今日は まあ、タルムードということで、まあ、あの抜粋させたものをです、ね、したものをです、ね、皆さんに紹介いたしましたけれども、ま,あ、またよくこ考えて、自分の血肉としていただきたいと思います。どううもありがとうございました